を食べに来ました。ここは友達に教えてもらったんですけど、すごい美味しくてスタイリストさんと調べてきました。では食べたいと思います。韓国に到着してホテルにチェックインしました。で、今日1日ハンナムでお買い物しっかりしたことなかったので、ハンナムでお買い物を、今日のちょっと楽ちんコーディネートなんですけど、この形が私は結構似合うので、このニットのトップスにトリートのこのミニのスカートを着て買い物してました。今回はグランドハイアットソウルに泊まってます。なのでルームツアーをします。こんな感じでお風呂を溜めました。ちょっとルームツアー終わったら入ろうと思います。すごい初めて泊まりました。これがね、明日のお仕事の衣装です。先に置いてくれてます、スタイリストさんが。じゃん、ベッドはこんな感じ。なんかね、ちょっとこのベッドの横に鏡があるのがちょっと気になりまあちょっと怖いですが、ビビりなのでこんな感じ で今日たくさん買ったので、ここに買ったものが散らがっております。ドリンクのところがあって、はい、こうやって荷物が置けるところがあります。限定パッケージは初です。日本の方では。はい。大きく開いてください。読みだ。トマト、サムスリコ。ちょっと遊んでる人いない。初めてできたカラコンいただくので、しかも限定パッケージ。ありがとうございます。오늘チャーハンがあげてるので。感謝。感謝。感謝。卒業証書みたい。通常版です。いただきました。かわいい。ホールキノコを今日は好きだったので、この後カラコンショップに行きたいと思います。
お疲れ様でした。おしゃれすぎる。お疲れ様です。